誰と交渉すればいいのか、主に給料、契約金、住居の、日本のサッカー協会に裏話だったりとか、これがなかったら出場ができなくなるんですよ。サワディーカップ O2TV のせいやです。チャンネル登録、グッドボタン、もう押しましたよね。今回ですが、海外クラブと契約するまでの流れや、知っておくべきことについて話していきたいなと思います。皆さんもこういった心配事、不安に思っていることあると思います。まず一つ目が、誰と交渉すればいいのか。で、二つ目が、何を交渉すればいいのか。そして何を用意すればいいのか。で、三つ目が、渡航するまでの費用などです。で、今日はこの三つについて話していきたいなと思います。では、行きましょう。まず一つ目ですが、誰と交渉すればいいのか。これについては、まずはエージェントを間に挟んで、交渉する場合がほとんどのケースです。ですが、場合によっては直接自分が交渉するという契約の仕方もあるんですが、初めて海外に挑戦する場合はその国にコネクションだったりとか知り合いがいないため、なかなか初めて海外挑戦するっていうことに関しては、難しいかなと思います。なぜなら、そのチームのオーナーやジェネラルマネージャー、いわゆる GM ですねとか、監督やスタッフと直接やり取りしなければいけないので、英語や現地の言葉を理解する必要があります。じゃあ、そのエージェントはどうやって見つければいいのっていうことですが、もう皆さんこの YouTube を見てくださっているってことは、僕のオンラインサロンとかも知っていると思います。そういった海外で実績のある選手や、海外で長く住んでいる選手とかにもう直接聞いた方が絶対早いと思いますので、そういったエージェントに関しての相談とかはオンラインサロンとか YouTube を通して、僕に相談してくれたらいろいろ答えることができます。まあ、それか、海外に住んでいる選手やそういう選手に相談することはもちろんあります。さらに日本の会社、エージェント会社ですね、そこに問い合わせてみるっていうのも一つの手です。そこに関しては、概要欄に貼っておくので、ぜひぜひそこから相談に乗るので連絡してください。興味ある選手や海外に挑戦してみたい選手、話を聞いてみたい選手などがいれば、そこからリンクで飛べますので、そこに関しては概要欄から飛んでみてください。で、2つ目ですが、何を交渉すればいいのかについてです。契約書を作るにあたって交渉するべき項目は、主に給料、契約金、住居の手当、ボーナス、航空券などがあります。家族がいる場合は家族の手当とかも話し合いは可能です。次に大事なのが ITC、 いわゆる国際移籍証明書とリリースレター、この2つです。これは聞いたことがない人が多いと思うんですけど、日本またはその国から海外へ移籍しますよっていう証明書がないと、全所属チームから海外チームへの移籍ができないんですね。で、発行の流れを言いますと、まず自分がサインしたチームが小島誠也っていう選手を獲得しました、サインしましたよ、だから移籍を認めさせてくださいっていうので、その国、まあ、例えば僕はタイにいたらタイのサッカー協会に送ります。で、その後タイサッカー協会が、全所属チームが日本であったら、全所属チームの国のサッカー協会、日本のサッカー協会にそれを送ります。で、日本のサッカー協会から全所属チームにその通知が行くので、全所属チームがそこでサインをしてサインバックをします。繰り返すということですね。そしたら全所属チーム、日本のサッカー協会で、タイのサッカー協会で、新しいチームという流れで国際移籍証明書っていうのが発行されることになります。次に、リリースレターですが、リリースレターというのは、このチーム、全所属チームですね、自分が所属していたチームとの契約が切れて、この選手はもうこのチームとの契約はありませんよ、移籍をも認めますよっていう書類ですね。まあ、紙1枚なんですけど、そこにしっかりとしたチームのオーナーのサインがあって、この選手はもうここには所属してないですよっていうレターですね。で、それこの2つが必要です。で、もし自分が海外に、その国以外のチームに移籍するっていうことが分かってれば、この2つの書類を先に全所属チームに言って準備しておくことをお勧めします。そうすることによって、次のチームへの移籍の話がすごくスムーズに進みます。これは日本の大学や高校から移籍する場合、その高校や大学から直接海外に行く場合っていうのも一緒です。僕もそうだったんですが、大学のスタッフや監督にしっかりとそれは伝えてください。僕は海外に行くので、国際移籍証明書 ITC ですねとリリースレターを用意してくださいということをしっかりと伝えた上で海外に行った方がすごく話が、スムーズに進みます。なぜならこの2つがないと、次の新しいチームでの登録ができなくなるので、リーグへの、なので、これがなかったら出場ができなくなるんですよ、リーグ戦に。なので、なるべくこの2つをしっかりと用意して次のチームに行くことをお勧めします。で、これらが揃うと、サインするまでの書類が全て揃うということになりますね。ですが、これだけでは終わりません。さらに体のチェック、いわゆるメディカルチェックですね、これを行わなければいけません。メディカルチェックというのは、現時点で怪我をしてないか、心臓に問題がないか、過去にどんな怪我をしてきたのか、や持病がないのかなどを問診にて聞かれたりチェックするというものです。大体はチームの契約している病院か、国が認定している大きな病院にて行います。チームやその国のルールによって少しやる項目が違うんですが、大体やる項目は
この通りです。まず血液検査、尿検査、心電図、レントゲンで、肺の大きさや 心拍数を測ります。次に医師の問診です。過去の怪我歴や、手術歴、そして直接触って今の体に怪我がないか、筋肉量がない、不足してないかっていうのを見ます。でその触診による種目はサッカーの場合、股関節の柔軟性、膝関節の柔軟性や半月板のチェック、足首の捻挫歴、腰痛や腰回りの柔軟性のチェックですね。で最後に運動負荷心電図というものをやります。これは、皆さんも見たことがあると思うんですけど、酸素マスクをしてこうポチポチいろいろ心電図を測る、心肺機能を測るのをポチポチいっぱいつけて、トレッドミルの上を走ったりとか、エアロバイクを漕いだりとか、そういった項目ですね。でこれによって心電図や心肺機能の変化を測ります。これは結構きついですね。これをやるチームや病院が結構あるんですが、もしこれをやる場合はかなり追い込まないといけないので、かなりきついです。でこれらの診断が全て終わって、医師が君はあなたは大丈夫ですよっていうのを判断すれば、いよいよサインになります。サインする場合ほとんどが、チームの事務所に行ってサインをして、その後にユニフォームを着てスタジアムに行き、公式発表用の写真を撮ったり、取材人が来てインタビューなどを受けたりします。こういう時のために、記者会見の練習だったりとか、インタビューに答える練習だったりっていうのを英語で勉強しておくっていうのもありかもしれません。最近では契約の内容や交渉する場合には、LINE やその他のツール、そして SNS などを使って、交渉する場合が結構あります。実際僕自身もチームのオーナーから Facebook のメッセンジャーで直接連絡が来て契約したっていうパターンもありました。で次の項目もすごい重要です。サインしたからと言って安心してはいけません。それはビザの交渉を絶対にすることです。海外でプレーするにあたって、ビザというのは給料と同じぐらい大切なものです。まず契約する際にビザを全部負担、チームが負担するっていうのを契約書に書くように交渉してください。そして契約書にサインする場合は、その項目がきっちりと契約書に入っているかっていうのをチェックしてください。で家族がいる人はしっかりと家族の分まで要求するのが海外での最低限のことになっています。ビザの取得の流れについてですが、まず自分のパスポートのチェックをしてください。残りのページ数が少しになっていないか、そしてパスポートの期限が半年以内になっていないかをチェックしてください。もしこれが半年以下とか残りのページ数が少ない場合、ビザを更新申請することができない場合もあります。それを確認した上でチームを経由してビザの申請を行います。例えばタイの場合ですが、まずは国外、タイ国外にあるタイ大使館に行き、ノンビーというビザの種類の申請を行います。これは、ビジネスビザというビザに切り替えるために、3ヶ月間だけ有効のビザですね。でこれは2泊3日ぐらいで取れるので、国外に2泊3日し、そしてタイ大使館に行って申請するという流れになります。でこの時はチームのスタッフやチームのビザ担当の人たちが大体ついてきてくれて、書類の申請とかは大体やってくれると思います。それはしっかりとその契約書に書いた通りになります。でそのノンビーっていうものが取れたらビジネスビザに切り替えます。これはタイ国内でできます。ビジネスビザというのはタイで働きますよっていうのを申請するビザです。でこれがないと、ワークパミット、いわゆる労働許可証っていうのが発行できなくなります。でこのビジネスビザが1年間有効で、その間だけ、働いていいよっていうビザなので、その間だけに、労働許可証、ワークパミットですねを申請して発行することができます。でこの労働許可証、ワークパミットは何なのかっていうと、タイにその国に税金を納めてますよっていう風な証明書になります。なので、このワークパミットがないと給料が受け取れません。なのでこの2つ、ビジネスビザとワークパミットを申請しないと給料が受け取れないので、タイで働くことができません。なのでチームとサインした後にはしっかりこの2つも申請するようにしましょう。でこれらが全て終わるとリーグ戦に登録ができて、しっかりと試合に出れますっていう風な流れになります。ここまでの流れがきっちりと知っていれば、ほぼほぼ間違いなくリーグ戦に出ることができますが、開幕前にチームの監督がいきなり交代になって新しい外国人を連れてきたっていう場合に、いきなり元にいた外国人がクビになる可能性や、自分自身が、大体全治1ヶ月
間の怪我をした場合とかにいきなり解雇されたりとか、まあ、そういった不当解雇やアクシデントに見舞われるっていうことは海外挑戦において結構起こり得ることです。まあ、実際僕もそういった例で開幕前にクビになって自分の国に帰ったっていう選手も多く見てきています。まあ、なかなかそういった厳しい世界でございます。そして3つ目、渡航する際の費用についてです。これはある程度実績や経験のある選手が多いんですが、その際に、そういった選手がテストに行くまたはサインをするしに行くためにメディカルチェックとかいろいろするんで、自分の住居がその国で自分の住居が見つかるまでの滞在費やホテル代移動費などをチーム側が負担してくれるのか、自分で自己負担していかなきゃいけないのかっていう問題ですね。まあ、こういった渡航前にそういった交渉もできますよっていうことですね。もしチーム側が負担してくれるのであれば最初にかかるお金が少ないので全然変わってきますよね。だって不当解雇やアクシデントによってもし自己負担で何十万円もかけてその国に行ったのに不当解雇されて帰ってきましたって言ったらすごい損になってしまいますよね。なのでそういったリスクも回避することができるので、こういった交渉もありますよということです。ただ初めて海外挑戦する場合でも自分が作ったプレイビデオや CV 履歴書ですねによっては、相手向こう側のチームが、すごい気に入ってくれる可能性もあるので、そういった技術を学生の時に身につけておくっていうのはすごく僕もありだと思いますし必要なことだと思います。ここまで聞いてもらえれば大体の流れはわかると思います。なので、ちょっとまとめていきたいなと思います。海外挑戦契約までの流れについては大まかに言って3つ。まず1つ目が誰と交渉すればいいの、まあ、どんなエージェントがいいのか、どんなエージェント会社がいいのっていうことですね。で2つ目が何を交渉すればいいの、何を準備すればいいのということですね。契約内容やビザ、そして、リリースレターと ITC などの準備についてですね。で3つ目が、渡航費について、渡航する前にチーム側が負担してくれるのか自己負担なのかということですね。海外でプロになるということはお金をいただいてサッカーをするということになってきます。まあ、それがプロということか形なので、さらに海外では助っ人外国人という立場になるので、チーム側やファンの方、サポーターの方ですね、その人たちの期待っていうのはものすごい高くなります。なのでチーム側も本当に慎重になって選手を選びます。なので今までとは比べ物にならないほどの覚悟が必要になってきます。これを知っていてもまだまだ不安っていう方も少なくはないと思うので、そしたらこのチャンネルを登録してもらうか、または僕のオンラインサロンに入っていただき、そういったコアな情報を、個別で相談乗ったりとか、個人面談などで海外挑戦への不安を少しずつ取り除いていくので、ぜひそこから登録していただけたらなと思います。で、まあ、そこに入っていただけたらここではなかなか話せないような裏話だったりとか、僕の経験ありえない出来事があったとか、そういう体験談とかも教えることができますので、入って損はしない、まあ、というか損はさせないです。なので本気の皆さんお待ちしています。では今回も見てくれてありがとうございました。ぜひ次回もよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、グッドボタン、もう押しましたよね。では、バイバイ。